小谷塾の梶野と言います、ソロベース小谷という名前でソロで本音の全然バッテージが決めるメインでやっています。今日はあの野口裕二さん、映像でちょっとコラボをできることになりましてお願いいたしました。少し話しますと、札幌1月の20日、今月ちょっともう僕は札幌から実家の関西の方に、引っ越すことになりまして、平成の元年から随分、人生の半分以上を過ごしたんですけども、処方箋のライブも何度ぐらいですか、もう7、8回、10回もなんですか、はい、かなりお邪魔しまして、ソロになってからですけど、いろんなジャンルというかいろんな形でお邪魔しました。今日は映像があるということで、少し楽しんでいただけたらと思うんですけども、インストをしばらくやって最後は、このテーマ曲のフライボーという曲を歌って寒い感じになってもらって終わろうと思うんですけども、はい、ではありますお願いします。聞いてください。Thank you.
Thank you.